19日からブリヂストンレディス国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスが19日千葉袖ヶ浦 CC 袖ヶ浦い、6 7 1 3ヤードバー72で開幕する今期から米女子ツアーを主戦場にしている渋野日向子サントリーは一時帰国し昨年11月以来の国内参戦17日の 練習ラウンドでは笑顔を見せながらコースの状態を確認した9ホールを一緒に回った青キセレーナフリーは雨が降る中で渋谷の直ドラティーアップせずに放つドライバーショットを目の当たりにしたくましい止めを丸くした渋谷のショットに青木が驚いた午後からアウトコースの9ホールを一緒にラウンド 9バンパー後560ヤードの第2打で直ドラを披露した姿を見てたくましい雰囲気攻め方が堂々としていると表現した青木も直ドラショットは武器にしているが私はこうした雨の中では打たないのでと言い海外でいろんなことを経験しているんだなとは思いましたと付け加えた 渋谷は昨年12月、米女子ツアー最終予選会を通過すると、新たな武器としてオフから直ドラを練習してきた。ロッテ選手権では有効に使い、2位につなげた。今大会のコースも6713ヤードと長く、青木が渋野さんと投げと言いながら回っていましたというほどで、 渋谷が、じか、ドラが披露する機会もありそうだ。プレイスタイルはよりアグレッシブにもなった渋谷だが、フレンドリーで明るいキャラクターはそのままだった。前半のインコースを共に回った、工藤悠海は言った、ひなこっきとは、2017年のステップアップツアーで一緒だったので、懐かしいねと言っていました。でも 空気感はあの頃と変わってないなと思いました言葉通り渋谷は久しぶりの国内でのラウンドを楽しみ一緒に回った工藤上野菜々子と爆笑2人にキャディーバッグに入れていたアロエヨーグルト味の配注を渡し一緒にもぐもぐと食べる場面もあった渋谷の面白く 切れ味のあるトークは18日の会見で披露され、そうだ、部のひな子を評価前、ツアー先輩、宮里愛、土台ができた、と、偉そうに見てます、かっこ荒い19日から、ブリヂストンレディスオープン国内女子、ゴルフツアーのブリヂストンレディスが19日、千葉、袖ヶ浦しいし、袖ヶ浦しい、6713ヤード、パー72で開幕する。 今季から米女子ツアーを主戦場にしている渋野日向子サントリーは一時帰国し昨年11月以来となる国内参戦17日は元世界ランク1位で2017年限りでツアーを引退した宮里愛が取材に応じ渋谷の活躍ぶりをアメリカのコースに対応できていると評価した ミ里サトはこの日、ブリヂストン契約プロとして、大会に出場するアマチュア11人、プロ5人とトークセッションを行った。終了後、取材陣に囲まれると、渋谷が今大会に出場することを、出場することも知らなかったのですが、嬉しいです。調子が良さそうですしと喜んだ。 また、自身も経験した米女子ツアーで、渋谷が1年目からメジャー初戦、シェブロン選手権で4位、ロッテ選手権では優勝争いをして2位と好成績を残していることにも、見ている限り、コースに対応できると思いますし、彼女の力を発揮する土台ができた感じがします。 偉そうに見ていますかっこ笑いと高く評価した宮里は高3の4年秋にプロデビューし056年と国内で戦った後に渡米した1年目は苦労しながらも全米女子プロ3位全英女子オープン9位とメジャーで強さを発揮した1年目は楽しい思い出しかないです 自分の知らないゴルフを見て感じて、移動も苦になりませんでした。日本にない芝室でプレーすることも楽しかったです、と当時を振り返った。その上で、すでに全英女子オープンを制している渋谷について、結果を求められがちとしながら、言うてもまだ1年目ですし、メジャーはセッティングも変わります。移動。 環境の変化に対応するのには時間がかかりますし、これからのために積み重ねることがすごく重要です、とエールを送った。宮里は同ツアー2年目の7年にドライバーイップスにかかり、辛い時期も過ごしている。その経験があるからこそ、渋谷について冷静な見方を示した。それでも、 ひなこちゃんは見ていて、楽しそうにプレーしているので、それは嬉しいですとコメント、取材を受けた時点では顔を合わせてはいなかったが、渋谷らしさが続くことを強く願っている。